ジュリオアンジョーには、イタリアの作家かつ、人類学者、サルデーニャ州、クアジーラ生まれ、1981年より、カリアリ大学教授、オックスフォード大学選とアントニーズ・カレッジのフェロー。作家としては、約20編の小説を、人類学者としては、小論を12編ほど、執筆している。現代のサルデーニャ文学界の確立に影響を、及ぼした人物として、 セルジオアッツェイニア・サルバトーレ・マンヌッツと並び称される。代表作にレフィアメイ・ディトレド、アッサンジラ、ドッピオ・シエロ、エル、オロ・ディ・フラウスなど。ジュリアス・ワン・ギオニ。サーデグネビブリオテッキー、レギオネ・アウトノマデラ・サルデーニャ、2012年12月4日、閲覧。F ・マナイ、コサ・サキシード・エ・フラウス、サルデーニャ・イ・モンドネル・ラ・コンタウ・ディ・ジュリアス・ワン・ギオニ、カリアリ。 クエック、2006?A、オタービー、レローマンシーアーズ・イータールやカンテン・プレイン、パリ、シェット、1992、142から145、ハット・イ・ホール、グリーンク・トラジェディザ・ポリティックス・オブ・サブジェクティバティ、インディー・セント・フィクション、クラシカル・リセプションズ・ジャーナル、1、23から42、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、2009、M、マース、 エクリーボン、アンサレア用トレプリゼンテション、エウロパエア、6、1から2、2017から77ハットビルギットワーグナー、ザディニアン、インスルイムダイアログ、テクスト、ディスカース、フィルム、トゥービングニン、フランケ・バーラグ、2008。ありがとうございます。